おはようございます。簡単マイコン教室、おっちゃん先生の土井です。昨日は無事プログラムが動いて、それで時間がかかるでしょうということで、終わっていました。画面を切り替えて大きくして、はい。で、このマイドライブっていうところ、なんかいらないものをクリックしちゃいましたね。あららららら。一旦閉じて、これですかね。おーっとっと。おーっとっと。どこを開いちゃったんだろと、マイドライブ。コンテンツマイドライブっていうところ、ここかな？コンテンツ、ここですね。コンテンツのドライブの中の、マイドライブの中の、プラトーの中のトピック13のここをもとに、これができました、昨日。で、これ41って声出てるんですけど、41分処理してかかりました。で、最終的にどうするかっていうと、これが Google ドライブの上にできているので、 Google ドライブで開いて、この Google ドライブで開くときに、これですよね。だからここに行って、このディストを、これをダウンロードってやると、これでかなりのファイルを圧縮して落としてくるので、ここでもまたちょっと時間がかかると思うので、ちょっと終わるまで止めておきます。結構時間かかりそうです。はい。ということで、止めて待とうかと思ったんですが、この後ユニティになるので、ちょっとユニティの準備をしましょうか。とユニティハブに行って、で、マイプロジェクトじゃなくてニュープロジェクトで作ろうと思います。で、バージョンは21の3の11、プラトー SDK を使うわけではないので、どのバージョンでもいいかと思うんですが、最終的に、VR チャットで読み込むかもしれないので、このバージョンにしておきます。で、3D コアで、プラトウトピック13としておきます。はい。これで作って、特に SDK とか入れるわけじゃなく、開きましょうということなので、これの、このバージョンで開きました。なんかエラーが出てるんですが、なんて書いてあるのかな。なんかが置き換わったっていうエラーが出てますね。で、インポートしながら今作っています。で、プロジェクトインポートで開き直しているところですよね。ちょっとユニティを小さくして、で、ブラウザに戻って、まだ圧縮している最中で、4分の1ぐらいしか圧縮終わってないので、
ダウンロードする前になってますよね。で、13の1を読んでいて、で、このモデルを準備するっていうところが、座標変換が終わったので、座標変換というか原点合わせが終わったので、この辺りまで来て、ここからですよね、ユニティにインポートすると。で、すべてのファイル、オブジェクトだけじゃなくて、すべてをドラッグ&ドロップして、オブジェクトファイル文をインポート、アセットにして細かい設定をやっていきますと。まずはだからダウンロードして展開するとこまでいかなきゃいけないですよね。今それの圧縮を一生懸命頑張っているところということになります。まあ、Google ドライブでやってしまったので、その辺の手間がありますよね。本当はまあ皆さんが実際に Unity 使っているバージョンの Windows だったら Windows で、Python 環境を作って、で、それを貼り付けてやればいいんですが、ちょっとまあ皆さんにもコード共有ができるようにということでコラボで作ってしまったので、ちょっと行ったり来たりしています。はい。で、まだこれ結構かかりそうですよね。これ結構かかりそうなので一旦また止めておきましょう。で、なんかいっぱいエラーが出てるんですよね。ちょっと一回この段階でとセーブプロジェクトを押して一回閉じます。で、閉じてユニティハブに戻ってこれですよね。これを再度開いてみます。再度開いても一緒かな。エラー出続けるのかな。あ、一旦エラーは消えました。で、なんかビジュアルスタジオがアップデートできますよ的なメッセージが出ているぐらいです。やっぱりかなりかかりそうですね。よいしょ。これの、やっと30%を超えたぐらいかと思います。はい、ちょっと止めておきましょう。はい、やっと圧縮が終わってダウンロードが完了しました。ダウンロードフォルダーのこんな形で圧縮ファイルになってます。これを一旦すべて展開をして、なんか ZIP の展開はすごく遅いんですよね。これで展開がされて、今この中かが順次展開されているんだと思います。で、これが展開されていて、で、展開されたものをユニティで開きましょうということですよね。で、それの説明書きがこの辺りになってきます。どこまで今日行けますかね。ファイル群をマテリアルも含めてアセットホルダーにドロップ&ドラッグなので、アセットホルダー、これのセットなので、ここへバコッと落とすんですかね。まだもうちょっとかかってますね。少し速度が上がって、
もう少し。はい、終わりました。終わったら、ここからコントロール A で全部掴んで、一回ここへバサッといきましょうか。バサッ。始まったのかな？始まったっぽいですね。ファイルの数的にかなりの数だと思うので、サイズ的にはそんなに大きくはないんですが、かなり頑張っています。PC もファンがぐりぐり回ってますね。何かメッセージ出てるんですかね。インポートしていますね、一生懸命。これでインポートが終わったら、まずシフトを押しながら、オブジェクトファイル群を選択し、インスペクターからこれを設定し、アプライをクリックします。で、これの設定でこれをして、まず次のようにこれを設定しなので、まずモデルに対してこんな風にしましょうと。で、ここか。小さくて見えないんですが、大きくなりますかね。ここを、選ぶと、ここモデルとかこんなのが出てきて、モデルにして、にするのか。で、掴んでいる様子は、インアセッツの中がこんな風になるのか。で、これのオブジェクト群を全部掴んでっていうのはこれのことかな。自分がこれの通りにオペレーションできるかちょっと心配ですが、今順次読んでるみたいですね。ちょっと一旦かかりそうなので止めましょう。はい、そろそろインポート終わりそうです。一生懸命今インポートが終わって最後の段階で、ファンがうなっています。SDK で読むとここに一挙にダーッと出るんですが、今アセットに落としてるんですよね、オブジェクトファイルっていう形で。まだかかってますね。その間に、とこの Unity のインポートするこれですね、シフトを押しながらインポートしたオブジェクト群を選択して、インスペクターから次のようにしましょうっていうので、コンバートユニットのチェックを外してスケールをそのまま読み込みます。インポートビジブリ以外が外れてる感じですかね、モデル。で、リグは何に設定してここを変えるんですかね。で、アニメーションもこのチェックを外しましょうと。で、マテリアルは1つずつ設定。で、地形以外のオブジェクトの場合、それぞれ1つ1つ、その13のように、
の重さのセットは比較的管理に思われるという、他のやり方でも正しい。マテリアル。リムに関しては、テクスチャーの設定も見直していきます。これは何をしてるんだ？結構細かなことをしてますね。まだユニティはなってます。テクスチャーがあるため、何にして、終わったっぽいですね。ちょっとユニティに戻りましょう。終わってこんな感じになってます。一つ一つはこれなので、これのこと言ってるのかな。オブジェクトファイルを全部選びましょうというので、アセッツの中には、なのもあって最後の方、これを選ぶと中が開くのか。ここからシフトを押してここまでか。違うのか。これは DIM か。だから全部オブジェクトになってるんですね。だからここまで選ぶんですが、このシーンだけ関係ないと思うんですよね。いけるかな、このシーン。シーンだけ、コントロールキーを押してシーンをクリックしたら外れました。で、これで、なんかうまく同じようなメニュー出ませんね。こっからこれは出るんですけどね。これはこうするとここに画面と同じようなのが出ます。これを選ぶと出るんだけども、これ一個一個こんな風にしてやっていくのかな。基本的にそういう邪魔くさいのはしたくないんですが、今どれか別のものを選んでるのかな。ここに選ばれてるのは中に出てるものか。ここまで選んで、28個選んでますよしか出ないですね。一つ一つやるのかな。まあ28個ぐらいなんでできなくはない気はしますが。ここから、ここは一挙にできそうな感じがしますね。DIM の設定。DIM の設
定をしましょうか。今のは DIM なんですよね。うん、これ DIM 選んでますよね。これもこれを選んでますよね。マテリアルは1つずつ設定。これはここを選んでますね。これを選んで全部選ぶ。そんな感じになってますね。なんか嫌だなと思ってよくよく見てみたら少し分かりました。これの設定する時に、まあユニティの使い方が分かってなかっただけかもしれませんが、ここをよく見てみました。ここサーチをクリックしてアンダーバー6677ってやると、このファイル名に6677が入ってるやつをインアセットの中で調べると、これでオブジェクトが選べると。そうしなさいってことみたいですね。それでやってみようっていうのがこれです。ここのサーチウィンドウにアンダーバー667を入れて、ここをインアセットにすると、これで見つかってるんですね。で、これでこう選ぶと、ここがモデルとかリグとかアニメーションとかマテリアルで切り替えれるので、これでやっとこれと同じ設定ができそうです。まずモデルだとインポートビジブリーだけ見えるものだけ、ユニットは外して、これも外して、ビジブリー以外は外して、ライトも外す。これぐらいかな。ライトも外してあると。で、これはなんか残ってるんで、ここぐらいですかね。同じ要領で、リグにして、何にしましょうと。リグにして、タイプを何にしましょうと。で、アニメーションも、アニメーションに切り替えてチェックを外しましょう。アニメーションに切り替えて、インポートアニメーションのチェックを外しましょう。はい。で、マテリアルは1つずつ設定します。オブジェクトの場合と、オブジェクトでない場合。っていうことは、まずはマテリアルのここまでやってアプライを押せっていうことなんですよね、多分ね。ここに1回チェックを外して、外して、これをチェックしてアプライをクリックせよっていうことなんで、ここまでやってアプライをクリック。どこにアプライがあるんだ？あ、ここか。はい。で、いろんなものにこれをアプライしてるのか。で、これには少々時間がかかるっていうふうに書いてあったのかな。で、ここからはまず地形以外ということなんですが、今このインポートにはこのアプライ結構時間かかりますね。まあ、ちょっと進みました。こんな感じでちょっとずつ進んでいくみたいですね。また少し止めましょうか。時折階段的にテクテクと進みますね。また止めときます。ほんと結構時間かかりますね。少し待ったんですが、まだ半分超えません。
ここにちっちゃいですが、時計出てるんですが、はい、またちょっと待ちましょう。はい、終わったみたいです。で、これで、と、まだ画面には何も出てきてません。で、次はマテリアルは一つずつっていうことなので、DIM 以外のオブジェクトについてはっていうことなので、DIM 以外を選ばないといけないんですかね。どうやって選びますかね。この検索をうまく使えるのかな。ブリッジ。エディター拡張を使うと、の利用を検討するといいでしょう。DIM 以外のそれぞれオブジェ一つ一つ13のように、一つ一つって書いてある。で、DIM は後で振り込むので、一つ一つやれって言ってるのかな、これ。DIM はさっきやったので、DIM はちょっとこれを消して、アセッツにやると、ここに出てくるのが全部 DIM なんですよね。だから DIM はこれで選んで、マテリアルで、ああ、なんか英語でマルチには対応してないから一つ一つやれって言ってるみたいですね。ということは、諦めてさっきと一緒で、6677で、このアセットの中を検索して、こうやって、ビルド以外のマテリアルは、こうやって選んで一つずつやってくださいってことなんですかね。なんか今の SDK でやると、この手間を全部自動でやってくれてるような気がしますね。マテリアルで一つ一つアプライをクリックします。地形以外。この設定にするのか。インポートユーズエクスナルマテリアルズバイベーステクスチャーネームローカルマテリアルフォルダでアプライ。どう違うんだ？インポート、これを選んで、レガシーって出てるよ。ユーズインポート、レガシー、これどうなる？次、バイベーステクスチャーネーム、これでやってるのかな？バイテクスチャーネーム、ローカルマテリアルホルダー。これがローカルマテリアルホルダー。これでアプライを押す。ほう。で、これを一つ一つやっていく。少しかかります。わあ、なんかぐるぐる回ってますね。それなりに時間がかかりますの意味が分かった気がします。結構何ドットマットファイルっていうのをかなりの数読み込んでインポートしています。これを全部についてやるのか。なんかすごい途方もない作業時間になりそうな気がしてきたな。
確かに PC が早ければ早いのかもしれませんが、はい、これで一つ、なんかちょっと綺麗っぽくなった気はします。で、これ選んで、これもブリッジなんで同じようにするのかな。これをこれにして、レガシーにして、で、テクスチャー、これはこのままでよくて、で、これがローカルホルダーで、アプライ。ものによっては早いのかな。一旦レ、アプライを押すと、固まって、終わってるのかな。これはすぐ終わったのか。ものによるのか。これ、いや、これはビルドなので、これはインポーティングを出ましたね。ビルドは出て、で、またくるくる回るんですかね。今3つ目です。こう2つ目がなんかすぐ終わっちゃった気がするんですけど、ものによるのかな。これは今結構固まって悩んでいます。こうやって地道にやるしかないのか。お、来た来た。あ、で、これがくるくる回ると。インポートにはかなり時間かかりそうですね、本当に。で、このくるくるが少し時間がかかって、で、やると、ここの絵がちょっと鮮明になる気がするんですよね。ここちょっと、この辺もそうですけど、ちょっと黒っぽいんですけど、さっきのアプライが終わったらこれ結構綺麗にっていうか明るくなってます。だ、これもなんかこんな形とか、この辺にちょっとそれが映ってるんですけど、このインポートが終わると少し綺麗になるんですかね。でもこの作業ファイル二十何個かあって、これ地道にやっていくのは結構苦痛が伴いそうな気がしますね。なんかこの前のユニティのゲームのやつでいきなりこうドカンと沼津駅前が読み込めたので、でそれでゲーム作ってたりするんで、それの方がいいのかな。あ、それはもうオブジェクトで街並みがパッケージにしてくれてあったのかな、あれ。もしかするとインポートじゃなく、もうサンプルデータとして処理してもらってたやつをパカッと開いたのかな。頑張れーって感じですよね。これ全部やろうとすると本当に途方もない時間がかかりそうな気がするな。ちょっと明るくなりましたね。で、終わりました。これはブリッジは早いのかな。これもブリッジですね。ブリッジは早いのかもしれません。レガシーに変えて、ホルダーでアプライ。ブリッジは早いんですね。ビルドは時間がかかる。で、ちょっと下の方の、この辺りがディムですかね。ディムが出てきたらどうするか。
DIM の時はどうするか。DIM の時は、モードを何にしてアプライ。DIM の場合は、モードを何にしてアプライ。これはすぐいけそうだな。これだけ先やろうか。何にしてアプライ。これは一つずつやる。なんかすごく大きな街並みをやろうとかすると、本当にこんな手作業が大量にかかっちゃうのかな。なんかそれこそ AI でちゃっちゃと全部終わらせてほしいような設定ですが。DIM は割と簡単で終わりました。で、それと、ここ分かりにくいけど、ブリッジが結構早く終わるので、ビルディングはちょっと、ブリッジはこれで、これのレガシーの、これで、ブリッジは結構サクッとあっさり終わってくれます。ビルドはなんかこんな、確かにこんないっぱいあるからかかるのかもしれませんね。ブリッジだとこんな風になって、これはダメ。だ、このここがピッてなるのが、これがブリッジなんですね。で、ブリッジはブリッジの設定で、レガシーの、これ1個ずつやるっていうのも本当に手間ですよね。ちょっとビルディングは時間がかかるので、ちょっと飛ばさせてもらって。こんなちょっとのやつだったら早いのかな。これ1回やってみましょうか。で、これもブリッジですね。ちょっと複雑なブリッジなのかな。でもやっぱり早く終わりましたね。少ないのはブリッジですね。少ないのはブリッジです。これは多いからビルディング。ビルド。これはブリッジ。ブリッジでも大きいのは大きいんだな。一回やってみますか。なんか時間かかったら嫌なんですが。やっぱりビルディングはかかるけど、これビルディングですね。これがブリッジ。なんか全部終わったかどうか自信はないんですが、ビルディングはちょっとペンディングさせてもらって、ブリッジはやりました。で、ちょっと結構この作業地道で地味で時間がかかるので、これぐらいにして一旦セーブをして、録画をしない状態で他の作業を終わらせようと思います。終わったやつはこんな風なびっくりマーク出るんですね。はい。ということで、これぐらいにさせてもらって、やっとユニティ動かし出したんですが、本当になんか地味なオブジェクトを作る作業で、なんかマルチにしたければ、なんかメモあるんですよね。これの下の方に、確かメモが出てきて、ここじゃないか、どっかにメモがありましたよ。エディター拡張を使うと、すべてのオブジェクトに同時に操作をまとめてできます。量が多い場合は、エディター拡張の利用を検討するといいでしょうと。これを使いたいですよね。これを使いたいんですが、エディター拡張するっていうのを、ちょっとこれをググるんじゃなくて、
チャット GPT かに聞いて Unity の設定をすればいいのかもしれません。はい、とにかく結構骨が折れましたが、まあ、Unity で、モデルをちょっとずつ設定するっていうところまで来ました。はい、と今週はこれで最後になるんですが、まあ、ちょっと休みの宿題っていうことで他のやつもちまちまと設定をして終わらせたとこぐらいから来週再開できればと思います。はい、今日も最後までご覧いただきありがとうございました。このチャンネルでは毎朝朝6時に木金土はメタバース、月火水はマイクロビットスクラッチ、ティーチャブルマシンで機械学習の勉強をしています。もしよかったらですね、チャンネル登録していただいて毎日毎朝お付き合いいただければと思います。今日もご視聴いただきありがとうございました。